今月14日、フランス革命記念日に合わせて、パリ中心部のシャンゼリゼ通りで、恒例の軍事パレードが行われ、日仏友好160周年を記念して招待されていた自衛隊の隊員7名が、パレードの先頭を行進し、日仏両国の良好な関係をアピールしました。自衛隊の参加は、2008年と2014年に続き3回目となります。なお、マクロン大統領は、パレードの後、河野外相と自衛隊員の方々と撮影した写真とともに、本日、シャンゼリゼに、ご臨席の日本国外務大臣、パレードにご参加いただいた日本の自衛隊の皆様へ、この度の豪雨の被害者の方々へ、フランス共和国を代表し、謹んで哀悼の意を表します。という日本語のメッセージを、ご自身のツイッターに投稿されています。今年は、日本とフランスが外交関係を樹立して160年を迎えるのを記念して、日本が招待され、豪雨による災害対応のため海外出張を取りやめた安倍総理大臣に代わって、河野外務大臣が出席したほか、陸上自衛隊の隊員7人がパレードに参加しました。関連投稿やツイッター上には、自衛隊のパレード参加に対し、フランスの人々から様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。おーおー。自衛隊がパレードに参加してくれるなんてグッドニュースね。プラス4。俺も現地に行ったけど、自衛隊の人たちは、すごく人気があったよ。プラス2。今日、偉大な2カ国が、共にパレードを行った。フランスと日本には、美しい友情があるよね。日本は、素晴らしい、文化と歴史と国民性と産業がある大国だ。そういった国を守る自衛隊の隊員の人たちが、フランス軍と一緒にパレードをする姿を見て、誇らしい気持ちになったよ。いつか、僕も日本に行ってみたい、プラス68。パレードに参加してくれた自衛隊の皆さん、ありがとう。なんで自衛隊は、帝国主義の旗を今でも使ってるんだ？帝国主義？帝国だけでいいんだよ。日本には皇帝がいるんだから、文字通り今でも帝国。プラス4。でも、今回のパレードは失敗が多かった。フランスの無能さを世界に、特に日本の前で示してくれてありがとう。プラス1。フランスの国旗煙幕の色間違いや、バイクの転倒などのミスがあった。無能だって？君が指揮すれば、もっとうまくできたんだろうな。わざわざネガティブなコメントを残すなんて悲しい人だ。プラス2。フランスと日本が一緒にパレードをする光景は素敵だね。過去には難しい関係の時期もあったけど、今では心からの友情を育めてると思うんだ。友好関係にある偉大な2カ国が共に祝福する姿は美しい。プラス7。日本の被災者たちのことが心配。気がかりで一日に何回も考えてしまう。自衛隊が参加する。私がパレードを見ようと思った理由の一つがそれ。プラス2。日本が大好きです。フランスも日本の移民政策を見習ってほしい。日本の自衛隊がパレードに参加してくれるなんてびっくり。プラス5。新造安倍首相が災害の対応で出席できなかったんだよね。プラス1。それでも、自衛隊の隊員たちは来てくれたわけだからね。プラス2。アメリカはいつになったら日本に原爆投下を謝罪するの？そして、俺の国の政府にも言いたい。いつになったらアメリカやイスラエルの帝国主義者から距離を置くの？プラス1。あれ、日本は今でも帝国時代の旗を使ってたの？プラス4。そう、今でも海軍の旗として普通に使われてるよ。プラス2。そうなんだ、ありがとう。第二次世界大戦で日本と戦った国からすると、あまり思い出したくない旗かもね。帝国海軍旗でもあり、海上自衛隊旗でもあるってことだな。赤城、加賀、陸奥、大和、長門。
そのあたりを見ると旭日旗が掲げられてる。もともと日照旗も旭日旗も日本の国旗だよ。旭日旗はアマテラスを表現してる。戦後には光城をなくして今の姿になった。プラス6。帝国時代の旗というか帝国海軍の旗だよな。プラス1。俺はアマテラスの旗の方が勢いと迫力があって好きだわ。日照旗は美しいとは思うけど、禅の精神に溢れすぎてる。プラス1。正確には、今でも、日本は帝国、公国なんだけどね。というか、昔からずっと変わらずそう。世界最古の皇室をいただいてる国だから。帝国と帝国主義を混同する人が出ないといいけど。プラス2。そうだね。今でも、日本には皇室がある。俺の母国カナダもそうだけど、立憲君主制。だから、やっぱり、俺も、日本は今でも帝国だと思う。自衛隊の人たちは、佇まいが美しいんだよ。プラス、2。日本も、表参道で、こういうパレードをやればいいのに。偉大な国、日本。マクロンさん、これからも、日本と相互理解を深めていってください。天皇、陛下、万歳。天皇、陛下、万歳。天皇、陛下、万歳。プラス3。個人的には、もっと、多くの自衛隊員に参加してほしかった。プラス1。そう？人数は重要じゃないでしょう。自衛隊がパレードに参加するということに意義があるわけだから。日の出する国と日沈みゆく国の開港。東洋と西洋は決して交わらない。キップリングはそう言ったが、そんなことはなかったんだ。ありがとう、自衛隊が参加してくれて、すごくハッピーな気分になりました。プラス12。日本万歳。日本人万歳。僕たち、フランス人に合気道を伝えてくれてありがとう。フランスと日本の友情よ、永遠に。プラス9。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。